カーボンニュートラル社会の実現のために、炭素の循環利用、再生可能エネルギーを活用するためのエネルギーを貯蔵を目的としたグリーントランスフォーメーション研究を加藤研究室では行っております。世界の CO2 排出の中で大半を占めているのは工業プロセスです。例えば製鉄では、酸化鉄から純粋な鉄を得るために大量の CO2 を排出しています。加藤研究室では、二酸化炭素を資源化して再度産業で再利用する炭素循環型の産業システムの実現を目指しています。 CO2 資源化のために燃料電池の技術を用いた電気分解セルによる CO2 の分解、一酸化炭素の製造研究を行っています。一酸化炭素はエネルギー資源、プラスチックの材料に使います。電気分解セルは素材となるセラミックの強度の限界から大きな面積のセルを作ることができませんでした。そこで研究室では、金属基板上にセラミック層を形成した世界で初めての金属支持型の固体酸化物電気分解セルを開発しました。これによって CO2 循環利用の大規模化、炭素循環産業実現への課題を克服しております。現在セルのさらなる性能向上に取り組んでいます。次に熱エネルギー貯蔵の研究をしております。再生可能エネルギーは重要なゼロカーボンエネルギーですが、変動するために使い切れない余剰の電力が発生しています。再生可能エネルギーの普及には、余剰電力を低コストで蓄積する技術が必要です。そこで本研究室では、化学蓄熱材料を使ったケミカルヒートポンプを開発しています。これは余った電力を化学反応で物理的な蓄熱手段を数倍上回る量のエネルギーをため、さらに温度を上げて出力できる利点を持っています。酸化カルシウム複合化学蓄熱材料を開発し、再生可能エネルギーから余った電力を一度熱にして化学的にため、必要な時に熱を出してタービンで発熱して電気を供給するシステムを検討しております。再生可能エネルギー、原子力を活用した次世代のグリーン社会において、炭素循環、蓄熱技術は重要であり、鉄鋼などの産業分野、船舶や自動車などの運輸部門へのグリーン化に応用が期待できます。加藤研究室では、世界でオンリーワンの新しいエネルギー技術でカーボンニュートラル社会への貢献を追求してまいります。